Let's fly to the sky and push away the attacking enemy. And let's enter the sky to sleep. So the chance I like, and if I find it, I'll feel the easy go, but that isn't true. As always, stay the point. Let's walk so life with deeper peace on us. どうも、スイッチマンです。今回から、スパロボアルファをやっていきます。今回も、スーパー系作品でやっていきます。主人公はクッハ、誕生日は11月11日の B 型でいきます。相方のブリットくんはいい夫婦の日でいいかな。これはプロローグですね。戦艦が戦力として使えるようになってきたのはアルファぐらいからになるのかな。とりあえず近くの宇宙怪獣を倒していきます。多分資金も合算されるだろうから、幸運使っておきます。ロードが長え。交
し魚雷発射。あとはのりこ、かずみ、ユングで1体ずつです。私だってトップ一員なんだから。稲妻キック。とりあえず集中。稲妻キック。外れると嫌なので必中。まあユングは天才だから大丈夫でしょと思ってたら、アルファの天才技能は命中とかに補正がないみたい。レベルアップに必要な経験値が少ないだけ。ちょっと微妙。スーパー系作品でということなんで、ダンクーガ、エヴァ、ダイターン、マジンガー、ゲッター、コンバトラー、ボルテス、ライディーン、ガンバスター、ジャイアントロボ、SRX チーム、魔装騎士と主人公機でいきます。エヴァ、魔装騎士はグレーゾーンにいますが、私の独断と偏見でスーパー系とします。あと、全巻もしようかとします。スーパー系作品だけでってルールは、アルファは登場人物が多いから軽く縛った方がスッキリするかもっていうだけです。なので、その作品に登場する機体はすべて OK って感じでいきます。縛り自体はかなり緩いと思いますが、久しぶりのアルファを楽しみたいのでこれで良しとします。
これで恋人ポイントなるものがプラス1されます。それではスタートです。兜のホバーパイルダーだけではどうしようもないので、とりあえずターンを経過させます。動きがもっさりしてる。とりあえず移動。確認しないで熟練度がもらえます。特殊誕生日なので、精神コマンドのラインナップが独特です。残りの一枠は奇跡です。使い勝手のいいラインナップではないですが、なんとなくこれにしました。ではクッハで敵を倒していきます。やっぱり投げー。各部チェック、問題はないみたいね。2% なら心配あるまい。叩き潰してくれるわ。下手くそ。ミサイル。
反撃で落とします。敵の動きが見えるわ。そこよ、ブーストナック兜で削ってクッハでとどめですね。戦闘シーンカット機能は便利です。では撲殺します。やたらと兜がクリティカルを出しますね。それ、マジンガーに乗り換えてもよろしく頼むぞ。スパイラルアタックが地形適応の良さげです。クッハは粘土フィールドも発動してるんで、余裕でしょ。やるようだな。目障りだ。敵の動きが見えるわ。なんか思ったほどのダメージが出ませんでした。アルファってサイズ差補正とかあるんだっけ。もう奇襲使えばいけますね。なんだと？
お、そういや、ポケットステーションに対応しとるんでしたね。ポケットステーション持ってるけど、プレステ3で使う方法あるんかな？ちょっと調べてみよう。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。